中井ゆりです。新井ひつみです。山部美優です。東京女子流です。この動画では結成10年目になる東京女子流がさらなる成長と新たなファンの方を獲得するためにさまざまな企画に挑戦していきます。今回の企画はやりたい100のこと。イエーイ。ほらよく言うじゃん、やりたいことこう口に出して言うと叶うみたいな、うんうん、そうだから今から言ったこと全部叶うかもしれないじゃん。やりたいね。でしょ、うん、いっぱいあるでしょやりたいこととか、うん、ある。もうなんかプライベートなこともだし、うんうん、みんなでやりたいこともそうだし、うんうん、多分たくさんキリがないと思うので、うん、ちょっとやりたいことをここにオッケー、わーっとそれぞれ書き出していきましょう。はい、オッケー。女子流がやりたい100のこと、はい、4人で合わせて100個書けましたね。はい、けました。ちょっと本当に全部紹介してるともうキリがないので、うん、ピックアップをしてくれたみたいなんですよ、うん、私もみんなのやつ気になるので、気になるね、あのみゆから紹介していきましょうか。はい、はい、武道館でライブがしたい。あ、する。それの声もあるわ。書きました。書きました。やりたい。アリーナツアーしたい。やりたい。やりたい。超気持ちよさそうじゃない？うん、なんかアリーナー行ってみたいね。行ってみたいね。ワールドツアーをしたい。ワールドワイドに行きたいですね。行きたいです。かっこいいな。ハロー、ウィアー東京ガールズワイド。陽気だな。行ってみたい。見たいよ。賞を取りたい。おっと、おっ、なんのこれはもう何でもいいから欲しい。なんかグラミー、いやなんかよく言えばもうグラミー賞とか絶対そういうのがいいけど、すごいよ。ABX ってこう他の先輩方とかのトロフィーが飾ってあるじゃん、うんうん、そこにそう女子流として取ったトロフィーも飾ってほしい。確かにグラミー賞。動物番組に出たい。あーミユいいね。ぴったりじゃない？ぴったりだよ。あの虫以外なら何でも触れるので、うんうん、はい、あのカエルでも何でも触れるので、うん、動物番組出してください。あいい、愛が溢れてるからね、ミユは。うん、虫以外なら待ってます。はい。髪染めたい。あー待って、私も書いたよ。はい、私も書きました。皆様染めたいですか？染めたいです。はい、これは4人とも一致してるんじゃない、うん、ね、女子流は結成して、まあ、10年なんですけど、はい、まあ、髪を染めたことがまだないんですね、はい、なのでこれは4人とも一致しました。はい、いつか叶えましょう。叶えましょう。はい、はい、そして自分で洋服をプロデュースしたい。え、ちょっとしてほしい。なんかそう、衣装とか、うん、そうじゃなくて普段着れるような服でプロデュースして自分のブランドとか作ってみたい。わー、すごい。行くよ。行くし着るよね、うん、そんな。着たい。着て着て。なんかさ、やっぱ着てるとさ、こんな服あったらいいのにとかさ、あるじゃん。そういうのを作ってみたい。立派。ではじゃん。はい、ボクシング。ボクシング強くないじゃん。まあ、ジムとかもあるけどさ、ボクシングでさ鍛えたりするのもあるじゃん。あるね。でもボクシングすごい気になってるんだよね、今。うん、無人島生活。やりたいんだ。すごいね。なんか気になるね。気になる。一人になっても大丈夫なようになんか訓練するみたいな。偉い。すごいね。やばい。でもさ、なんかさ、無人島で生活できたらさ、本当にさ、生き抜いていけそうじゃない？確かに、まあ、サバイバル能力高そう、うん、確かに。その無人島のこの面積がもう自分の土地みたいな感じじゃん。まあそう、そうだね。そこになんか木とかで家とか建てたらもう無敵じゃないみたいな。うわぁ、じゃあ人が頑張ってきて、ちょっとやってみたい。バイバイ。軽い軽い。宮城大使になる。あー、これはいいね。なんて欲しいもん、うん、いや、なんか宮城のなんかみんなにも行ってもらいたいところとかもあるので、うん、なんかそういうのを世界中に広める役割に果たしたい。いいね。かっこいいよ、人に、はい、昔からね、ちょっと夢なんだけど、うん、あの両親を夢の国のホテルへ連れて行ってあげたい。あー、行った。っていうのがもうずっとあって、うん、ディズニーのさ、Cのあそこにもう泊まらせてあげたいっていうのがずっとあって、うん、まだね、あの未だに叶えてあげられてないので、うん、ちょっと叶えてあげたいなっていうのがあります、うん。
ではでは、次は中江の、いきたいと思います。はい。はい、まず一つ目。はい。身長160センチになりたい。おー。いや、私155なので、あと5センチ欲しいんですよ。おー。あと 5、まあ、5センチ。でっかいね、その5センチは。5センチってどれくらい、これくらいかな。そして次、メンバーズディズニー。うわー。これずっと言ってる。10年。結局行けてないじゃん。行けてない。なんか、そのチケットとかいただいたりしたことがあるんですよ、うん、仕事でね。でも、結局お休みとか、まあ、スケジュール合わなくて行けなかったりとか。うん、そうだね。これ私まだ言いますよ。まだ言い続けますよ。うん、10年、11年、15年、まだ言い続けます。はい。猿飼いたい。ねー。急に出てきた。いや、私お猿さん好きで、結構猿の動画とか見てるんだけど、うん、肩乗せてきたら可愛くない？私が可愛いかも。あ、みんなおはようってさ連れてくるか。可愛い猿。いいでしょ、うん、で続いてティアス開けたい。おー、わかる。ティアス、イヤリングとかもたまにしたりしてるんだけど、うん、やっぱピアスってちょっと大人な憧れがあって、うん、ずっとちょっと開けてみたいなっていう、うん、え、でもなんかそれやったらさ、うん、なんかさ、ライブとかだとさ、そう、ふっとんでっちゃうし、つけれないのイヤリング。そう、なんかやっぱ開けるとさ、それもライブ中もできたりとかいうこともあるから、メリットですよね。メリット。そう。プロジェクターを手に入れたい。いいね。私も欲しい。あ、私も欲しい。壁とかにこう映し出されてるのが結構昔から憧れとしてあって。だからこれはちょっと手に入れたいっていうも願望ですね。やっぱ海外の映画とかをよく見るの。だから、それで例えばフルハウスとか見たりして。あ、ミシェル。そうそう、なんかめっちゃ楽しそうじゃん。そうそう。だからやっぱ海外の憧れとかがすごくあるので。とか女子のライブ映像とかもプロジェクターで見てみたい。いいね、ライブ映像すごい良くない？暗い、なんかさ、なんかちょっと自分でもペンライト持ってみてみたいな、そうそうそう、ライブ気分味わえるみたいな。いいよね。いいじゃん、いいじゃん。いいな。もう予想できたでしょ、妄想できたでしょ。教授はじゃん、うん、山形でレギュラーを持ちたい。おー、いいじゃん。地元、はい、そうなんですよ、うんうんうん、まあ、地元がね、山形っていうこともあって、うん、こうやっぱりさ、山形ってこう、うん、なかなか頻繁に行けるものでもないし、そうだね、うん、こうあの音楽番組とかさ、最近こう久しぶりに出演させていただいたりとかもしたんだけど、うんうん、地域によってはね、放送されてなかったりするの。わかる。そうなの、ね、だから、うん、出身地の皆さんにも女子流を知ってもらいたいし、うん、こうもっともっと好きになってもらいたいっていうのがあるから、うんうん、何でもいいからもうレギュラーを持たせていただけたら嬉しいなと思って、うん、確かに、ね、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。何でもいいです。お願いします。瞳の運転で遠出したい。4人で。あー、行きたい。確かにまだ見たことない。瞳だけがね、メンバーで唯一、うん、あの免許証を、運転免許を持ってるっていうことで、うんはい、うん、もうね、免許取った当時から言ってるんだけど、言ってるよね、確かに。でも未だにね、運転してる姿も見たことないし、そっか、そうだね。だからちょっと、うん、どっかのタイミングでみんなでちょっとお出かけ行きたいなみたいな。でも遠出したいね、確かに。温泉にも行きたいってこの100個の中のね、一つに書いたんだけど、うんうん、みんなでちょっと遠出して、前言ってたのはさ、ブドウ狩りとか言ってたから、ブドウ狩りとかして泊まってみたいな、例えばほうとう食べて帰るとか。あ、しっかり計画立ててましたよね。そうね。やりたいね、でも本当に、うん、連れてってくれる？いや、頑張りたい。頑張りたいね。じゃあ頑張って。そしてじゃん、宇宙に行ってみたい。あ、宇宙ってどこ？なんかさ、あの火星とかさ、惑星なんか空の上の世界を見てみたい、自分の目で。なるほど、いってらっしゃい。ねそんな軽く送り出さない。次、じゃあドッキリにかかりたい。え、待って、かかりたいの？なんかさ、ドッキリかけたいとかだったらわかるじゃん。うん、あなた、自分でかかりたいの？いや、いくらでもかけてあげるよ、ドッキリ。なんか、いろんなドッキリがあるじゃん。うん、そうだね。まあまあ、なんか、ね、見るのが好きなの、そういうの。うん、だから自分は楽しそうだね、やってみたいな、みたいな。みんなこれ聞いてますからね。ドッキリかかりたいなっていうお願い聞いてるから。いつか来るかな。自分で言っときながら、多分忘れて、ドッキリかかると思うんだよ。楽しみ。ね、楽しみにしてください。最後、じゃあ
ビッグになりたい。ビッグになりたい。はい、大きく出ましたね。はい、もうこれは女子流としてなんですけど、うんうん、もう女子流って聞いたら、例えば、うん、あの曲の人たちだよねとか、うん、もうすぐパッと誰に聞いてももう女子流を知ってるみたいなぐらいビッグになりたいですね、うん、なりたいよ。私もね、スターになりたいっていうのを書いたの、そこにはないんですけど、だからこれスターとビッグ合わせたらさ、ビッグスターになりたいからね。おー、そうだよ、ビッグスター。なるぜね、我らビッグスターなの。みんなで力合わせてビッグスター。しょぼいしょぼいしょぼい。なれないなれない、ビッグスターなれないよ。かっこいいな。そしてこれが東京女子流がやりたい100のことすべてです。皆さん気になるものはありましたか？冒頭にも言ったけど、あの口に出せば叶うって昔からこう迷信として言われてるじゃないですか、うん、言霊ってありますからね、うん、だから多分今日みんなが書いたこの100のことはいつか絶対に叶う、うん、お、叶えるぞ叶えるぞ叶えましょう。皆さんもぜひ女子流と一緒に夢を叶えてくれたら嬉しいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。以上、東京女子流でした。見てくれてありがとう。この動画が面白かったらいいねボタンを、そしてチャンネル登録もよろしくね。 Twitter や Instagram もやってます。